アガタ・ムルスオールシェフスカは、ポーランドの元女子バレーボール選手、タルノフ出身。高さを生かしたブロックで、ポーランド代表でも、活躍、2003年、2005年欧州選手権に、出場資金メダルを獲得。2003ワールドカップでは、白血病と戦うプレイヤーとして、日本のテレビ局に紹介された。本人はインタビューで、 大会期間は強い薬を使えないなどと闘病と選手生活の両立を話した。モデルとして活躍する一面もあり、抜群のスタイルを披露したこともあった。2007年に病気の悪化により現役を引退した。2007年6月10日に結婚、2008年4月には女児を出産した。2008年5月、ポーランド代表が40年ぶりに、 オリンピック出場を決めた際には、とても喜びチームメイトに祝福の言葉を送っていた。それ以前から絶対カムバックします。と復帰することを約束していた。2008年6月4日、ブローツワフの病院で、白血病の骨髄移植手術2週間後に感染症で死去。26歳での死は世界にも衝撃を与え、FIVB の公式サイトでも報じられた。 ありがとうございます。